そこを超えてる子っていう、うちで一番今んとこ大きい子ね。ようやく羽化しだしたって感じ。これ綺麗だよね。綺麗な緑、結構真っ赤。はい、どうもこんにちは、みおりです。いつもお世話になっております。そして今回のカメラマンがグミケンくんです。いや、グシケンか、やっちゃった。カタカナで覚えてたら、あの C の最後が短くなって傾いてグミになっちゃった。はいや、ごめんごめんごめん。間違えた経緯話すの。うまいグミはありますけれど。え、何？プレグミ。具志堅の件ってお菓子の堅揚げポテトの型なの？いや関係ねえだろ。あれあれあれ、お菓子で反応しちゃって。具志堅プレグミ好きだ。いや別にそんなことない。そんなこともないんかい。おい、ローリングツッコミね。一緒に伝説作っていこう。視聴者の方、サムネだったり普段から見てる方はピンときてるかもしれないですけども、何でしょう。ストラックアウト完全制覇です。いや、ストラックアウトをパーフェクトするまで終われません。それ覗き穴だから。あ、それ覗き穴かい。初めてだわ俺、ストラックアウトに6000円使ったの。うえ、めちゃくちゃかかったわ。バキ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 。その後俺ダーツ行ってるからね。一日も遊ぶっていうのでサブチャー何本か撮ったんで、それも上がってるんでぜひ皆さんも見てください。はいはいはい。いや、じゃなくてね、ランバージャックに委託品を持っていきます。おー、なるほどね、はい、ランバージャックにお邪魔して、うん、まあ、もうかれこれ3年ぐらい毎月委託を出させてもらってるんですけど、はい、今年は特に生態をこうありがたいことにお世話になってる昆虫ショップの方だったり、まあ、イベントでだったりっていうので、うちの生態をってい こう声をいただいてこう出させてもらう機会が多くて、うん、ランバージャックに、持ってく生態っていうのもちょっと限られてはいたっていうのもあるけど、はいはい、もうランバージャックもわざわざね、休みを使ってランバージャックに遊びに来てくださった視聴者の方とかが、うん、生態があんまりいなかったと、いう状況になるぐらいたくさんの方がランバーでも購入してくださって、うん、いや本当にありがとうございます。ありがとうございます、はい、その中でだからまあ今月ちょっとね、数ね今タイミング的に少ないんですけど、うん、まあそれでもやっぱこう土日挟んでとか夏休み終わりかなになっちゃうんだけど、うん、もう9月入って、うん、まあそれでもこう求めてくださってる方もいるんで、うん、一旦出したいなということで、はい、今日ランバージャックに委託を持っていかせていただこうと思っております。はい、はい、それの紹介って感じですね。種類はね、まあでもやっぱタイミングによって結構変わってきたりするから、うん、結構待望の種類もいるかもしれない。はい、はい、さあまず1種類目、はい、まずこちら、はい、アトラスオオカブト。アトラス、そうのオスですね。はい、うん、これ飼育個体でもう動画にも上がってるけど、うん、これ94ミリの子でか、そうで意外と大きくなってくれて、うん、そう、まあ一番大きい子が155ミリぐらいだったんだけど、はい、一応、飼育レコードが今現在だと92ミリで、そう、そこを超えてる子っていう、そうで、だから直接飯島店長に連絡させてもらって、うん、95超えたっていうのを報告させてもらったら、うん、まあ、申請がもう今あるんだけど、その新しいレコード申請が、はい、行われてる時にもうだから95以上の子が申請されてるという、ことだったんで、レコードではないけど、まあいずれ上がるレコードには及ばないけど、うん、今のレコードは超えてる子っていう。なるほど。そう、子ですね。これはもう出品されちゃう。そう、もうオスメスいなくてオスしかいないから、うん、オスタンって感じなんだけど、うん、まあだからぜひ見てくださいも含めて出させてもらいます。はい、これが1種類目。いきなりインパクトあるな。いきなりインパクトあるでしょ。うん、もうまだまだこっからもインパクトやばいから。はい、はい、そして次2種類目、はい、こちら、はい、国産のオオクワガタ。はい、はい、82ミリかな。うん、うん、そう、多分具志堅と一緒に掘り返した、お、今年今のところ最後の羽化してきたオオクワガタ。はいはい、うん、でこれも動画に上がってる子で、うん、結構綺麗な形の子になるから、個人的におすすめの子。はい、うん、で、オオクワも今年はね、もう一通り羽化してきちゃったから、多分羽化してくるなら来年かなって感じなんで、うんうん、もうラストになるかなっていう子になるから、まあちょっと気になる方はお早めによかったらお願いします。まあ、YG ケット、大型になりやすいケットの子ですね。そう、オオクワ型も今90ミリ超えるような大きい子になるからね。あ、うん、まあそこ目指して、ぜひチャレンジしてみてください。はい、うん、さあそして3種類目、これもお久しぶりの登場です。うん、はい、こちらヘラクレスエクアトリアヌス。おお、エクアトですね。
これ具志堅と多分羽化掘り出しして、そうですね、そうまだ休眠中だけど、まあ、色は出てきてこういう感じで、まあ、またちょっとこれ黒点多めだけど、ヘラクレス、ヘラクレスとはまた違うこう模様の付き方になるっていう感じの子で、個体によってはもっと明るい背中の色の子も出てきたりとか、そう、そういった部分でなんか綺麗めなヘラクレスとして人気の子、サイズっていうよりは綺麗なヘラクレスっていうので人気の子で、これがまあ2ペアいるって感じですね、うん、そうだからもうようやく羽化してきたんで、でただまあメスがそんなに、メスとオスで結構偏ってオスが多いから、うん、あんまりペアも今後も出せるか分かんないんで、うん、まあ、気になった方はぜひ検討してみてください。はい、はい、さあそして、4種類目、はい、はい、4種類目はこちらこれもお久しぶりじゃないかな、はい、ポリテスツヤカブト、あ、カブトムシ、日本のカブトムシじゃないんだ、あ、そう、に見えるけど、これインドの日本のカブトムシみたいなやつ、そう、まあ全体的に黒っぽくてツヤ感が、光沢感がある感じ、うん、が特徴の子かな、はい、で、国産カブト、日本のあの、ヤマトカブトって言われるやつなんだけど、うん、に比べるとやっぱ角の伸び方が、うん、まああんまり角が発達しないというか、もっと角は長い感じになるんだけど、国産カブトは、はいはい、そう、だからどっちかっていうと沖縄カブトのフォルムに近いかな、うん、で、ちょっと光沢感ある感じのインドのカブトムシ、うん、そう、これが、2点かな、はい、うん、そう、クリアスライダーに入ってる子とプリンカップに入ってる子、普段プリンカップでこのぐらいの子は出したりしてるんだけど、うん、の方が安い、ケース代も入れさせてもらってるんで、こっちの方がちょっと高いって感じ、なるほどなるほど、うん、そう、そこだけありますけど、2種類、2点出してるって感じですね、うん、はい、よかったらお願いします、はい、さあ、そしてこちら、はい、これもお久しぶり、もう動画に上がってるんですけど、国産ミヤマ、はい、結構デカめ、見たかも、僕は掘り出し、そうね、多分具志堅とだったかな、うん、72ミリの子、うちで一番今んとこ大きい子ね、そう、野外個体ではなかなか見えないサイズだから72は、そう、結構立派な子、かっこいいよな、日本にこんなのがいるなんて、やっぱりこの顎のギザギザの感じもだし、ここのもちろんミヤマの特有のこの突起とか、全体的にこう金色の尾毛に覆われてる感じとかね、はい、うん、やっぱもう圧倒的かっこよさが、まあバランスよくオスメス揃って羽化してきてるんで、どれぐらいかな、まあ4ペアぐらいいるかな、お、70ミリ以上の子が数ペアいるって感じですね、うん、だからまあ大型めのミヤマクワガタになるんで、これ宮崎のミヤマクワガタです、うん、はい、そうだから地元、地元、俺の地元、うん、だからまあ友達みたいなもんですね、はい、まあまあね、友達を出させてもらうんで、あの飼育してみたい方はぜひ飼育してみてください、いや何とも言えないな友達いや別れってこと、まあ難しいな、そう、うん、概念がねちょっとあれだけども、うん、そう、まあでもすごい飼育もしやすかったから、このミヤマも、うん、あの幼虫取れて、うん、1400のボトルに、うん、ハワイアンビートの J01 と J11 を混ぜたマットで、うん、1年間放置してたって感じ、うん、でこんだけ十分大きくなってくれたから、幼虫取れたら飼育はしやすいかな、まあ、20度ぐらいの温度感のところでずっと置いてたって感じですね、うんうんうん、でまだ羽化してそんな経ってないから、まあ餌食べ始めたらブリードできるって感じなんで、休眠期間結構長くて4ヶ月からまあ1年ぐらい寝る子もいるんで、うん、そう、まだこれからって感じですけど、はい、まあ立派な子がたくさんいるんで、これもよかったら検討してみてください、はい、さあそして次、はい、こちら、これもちょくちょく出てる子かな、はい、ドルクスセメの中国国話、うーんですね、そう、まあこの光沢感が綺麗で、顎の突起のね、日本のコクワガタってここの突起1、2なんだけど、とは違ってここの 2個の間にまた突起がある感じの、ここ、そう、そこがあるからちょっと複雑な感じの雰囲気の顎で、そう、可愛らしいけどこう綺麗なコクワガタ、うん、だね、そう、これもまあ野外個体からのこうって感じになるから、ようやくみんな羽化しだしてきて、まあちょっといるかな、もしかしたら前回の子もいるかもしれない、ランバージャックね、うん、そう、これがマンペアだけですね、そう、だからコクワガタとかこういう見た目が可愛らしい綺麗な子が好きな方はぜひ飼育してみてほしい種類、うん、で、サイズもね、意外とまあフリーサイズなんだけど、まあ50ミリ近くなってきてて、50ミリ近い子はやっぱかっこいいね、迫力ある、うん、からまあ迫力ある感じの
だから生でぜひ見てください。うん、はい、さあそして次、はい、次ね、同じ種類が3種類います。うん、そうなってくるとなんとなくわかるかもしれないけども、レニの子。あー惜しい。確かにレニの子も色違うやついたりするからね。ブラックタイプと、うん、まあ通常タイプ。おう、ね、それ分かった上で言ってたんでしょ。いや知らないっす。よし、素直だな。おい嘘でもはいって言うかと思ったら危な。めっちゃ決め打ちしようと思ってたわ。嘘つけって言う予定だったから。あーなるほど、ね、勘弁してよ。裏書くなよ。そっちか。アウトコース張ってたのにまさかインハイ来ると思ってなかったから。それはビビる。あ、まあレニの子ではないです、今回。まあそう何種類も出すというイコール、うん、こちら、はい。あー虹色クワガタ、いいね。待望ですね。そう、夏場にほんともう虹色はもう即、うん、超人気で、虹色待ちの方がすごい多くて、そうランバーとか、まあ、いろんなところで虹色いないですかってなったんだけど、うん、ウカのタイミングがねちょっとうちのタイミングが遅れてて、うん、ようやくウカしだしたって感じ、オスが、はい、そうだから今回結構いるかな。まあいろんな色がいるんだけど、やっぱ色彩変化も楽しめるし、サイズもね大きくなったらかっこいいから、うんうん、で、まあ、体も強くて長いと2年とか生きるし、はいはい、そうっていう部分でもう何もう火の打ち所ない、うん、クワガタ、うんうん、でこれも8ペアぐらいいるかな今回は。ちょっと多めにようやく羽化できたんで、はい、そう、それのノーマルカラーですね。通常の虹色の色味って感じ、うん、そう、まあ、全体的に緑が覆っててほのかにこう赤みがある感じ、真ん中とかに赤を感じる感じの色味っていうのが虹色の通常なんだけど、はい、これのまた別の色の子もいるんで、うん、それもぜひ見せたい、うん、さあ次どうしようか。だからこのさっきの色、だから緑と赤が混ざってた子だけど、うん、これは緑が強い子ですね、はい、がこちら、はい、そう、ちょっとね映像で伝わりきるかわかんないけど、うん、そう赤がほとんど抜けてる感じの、はいはい、うん、いやいいね、これ綺麗だよね、綺麗な緑、うん、ちょっと明るめかなうちの中では、うん、これがまた濃い緑になるとそれはそれでまたかっこいいから、うんうん、あれだけどこれはまあグリーンですね、綺麗なグリーン、あーいいね、これいいね、これ60mm、ちょっと大きめの子が多いから、あ大きめの子はちょっと値段上がったりするんだけど、 60mm すごいですね。そう 60mm 結構でかい子もちょくちょく出てて、まあただ飯島店長の虹色には及ばないけど、うんうん、やっぱ60超えてくるとやっぱ迫力あるから、うん、そうだから生で見てほしい種類ナンバーワンだからね、うんうんうん、そうだからぜひ見に来てください、はい、うん、これが緑。次はだからさっきの子は緑、赤が抜けた感じの子で、この子は逆に緑が抜けた感じの子、これがね、もう結構真っ赤、うん、映像で見るより多分真っ赤だと思う。なんだろう、イメージしづらいと思うから、あれ、あのゴールデンアイっていう64の、うん、あのゲーム、うん、銃撃戦のゲーム、うん、あれであのやられた時に血まみれになるんですけど、うん、画面が、うん、あのぐらいの色です。いや、もっと絞り出せよ血液を。違う、その赤をじゃなくて比喩表現をさあ、まあその男の子は好きなのかもしんないけど、あーごめんごめん、ね、確かにそうか、うん、あ今大丈夫、ずっと虹色が漫談してると思ってない、みんな。いや思ってない、思ってないかな。大丈夫だ、あよかった。そう、まあでも結構赤い、はい、でもだいぶ違いますよ、画面越しでも。さっきの、あ伝わってる、3種類、あよかったよかった。そうだから赤すごいかっこいい、なんか緑とはまた違ってなんか邪悪さを感じるというか、うん、ちょっと悪役ヒーロー感というかね、うん、の雰囲気もあるし、サイズもすごいですね。あそうそうそう、この子は 62mm、 お今回でいうと一番大きい子かな、うん、いいなこれは。そう、狙いどころじゃないですか、ね、そうね、分かんないけど、うん、このサイズにしては結構お手軽だとは思うから、うんうん、大きい虹色っていうのを見てみたい方とか飼育してみたい人はぜひおすすめの子になるかな、うん、そう今回はこの3色って感じだね、虹色は、うんうん、でまあ他にも緑だったり、あ紫だったり、うん、また黒っぽいやつだったりとか、はい、いろいろいるんですけど、今回この3色の子が、合計8ペアぐらいいるって感じなんで、うんうんうん、でまあサイズがちっちゃい子はちっちゃい子でまたお手軽だったりするんで、うん、ぜひ遊びに来てチェックしてみてください。はい、はい、そして次クワガタラストです、うん、こちらちょっとお久しぶりの登場かな。はい、スマトラオオヒラタ、これはね、
別に大型血統とかっていうわけでもないって感じ。うん、まあ、あの、まあ一応うちの大型血統と掛け合わせたりしてた子って感じかな、うん、だからまあ特にその血統名とかもうない子だけど、まあ大型の血は引いてる子って感じで、顎が太いとかそういうわけではないけど、これ98ミリかな。ほうほう、太いよな。太いっすね、普通に考えたら。そう、スタイルがすごいいい子。綺麗に浮かしていいですね。そう、だから最近ね、スマトラも大きい子が綺麗に浮かして来てくれてるから、うん、これからも楽しみなんだけど、うん、そう、この子はだからまあ久しぶりのちょっと大きめの子って感じかな、ランバーに出すのは、うん、っていう感じ。これがね、スマトラね、結果的にワンペアですね。あ、うん、なるほど、1点、うん、かな、1点ものだになるかな、うん、この子は。まあちっちゃい子がもしかしたらいるかもしれないけど、うん、ひとまずちょっとまあできるだけ早めに委託に出せたらっていうのに用意できた子って感じになるんで、うん、ぜひ検討してみてください。そして皆さんお待ちかね、うん、ヘラクレスオオカブト、ヘラクレス、ヘラクレスですね。はい、はい、これまだ羽化して1ヶ月ぐらいかな、8月羽化で、これペアですけど、うん、これが157ミリ。うわ、今回一番大きい子かな、これは。そうで、まあ、140ミリから150ミリの子が、まあ、4ペアぐらいいるって感じなんで、うん、まあ、またそのフォルムとか、うん、まあ、自分のお財布事情だったり、まあ、サイズ感とかで、まあ、気に入った子を選んでもらえたら嬉しいですね。うんうんうん、そうで、ね、一応ね、もうメスはこういろいろ合わせたりしてたんだけど、うん、この子とこの子とか、はい、してたんですけど、もうメスは選べる状態にしてあるんで、うん、あの4ペアのうち、なんか購入された時に、なんか合いそうなお気に入りの子を早いもの順で選んでもらうって形になるかな、うんうんうん、どうしてもこのペアじゃないとこのペアにしてほしいっていう時のペアとかだけは多分俺が勝手に組んだりしてるけど、うん、基本はその中から選んで、メスは、まあ、選んでみて、ブリードしてみてください。そうね、だから157とか156ぐらいの子が一番大きいですね、今回は。うん、でまた、まあ、ヘラヘラに関してはまたいろんなサイズの子がちょくちょく羽化しだしてるんで、うん、まあ、いずれ登場するとは思うんですけど、とりあえずヘラクレスも多分今もういない状態だから、ランバーに、まあ、急ぎで持って行かしてもらうって感じですね、うん、8月羽化の子がメインだから、基本多分12月とか、うん、11月ぐらいに餌食べ始めるかなって感じの子です、うん、はい、そっからブリードできるって感じなんで、でまあヘラヘラもうちですごい大きい子もたくさん出てるんで、ぜひ大型のヘラクレス出したい方にはおすすめの子ですね、うん、はい、これで以上です。はい、はい、がまあ種類でいうとまあ10種類ぐらいかな、多分今回、うんうん、数はねそんなにいないかなって感じだから、まあ来れるタイミングで、まあもし気になる生態いたら早めに来てもらえたら嬉しいですね、うん、ランバーに今から行きますんで、はい、生態持って行きますんで、はいはい、ただ今日ね、店長も中村さんもいないんだって。はいはいはい、はい、そう、あのギャルピースの中村さん、うん、いないんで、忙しいか、うん、そうそう、多分イベントとかかな、わかんないけど、うん、っていうことなんで、うん、その店内でこう店長と相撲したりとか中村さんと殴り合いしたりとかできないんだけど、いつやったんだよその企画なんでバトルんだよお世話になってる人と。あれ違ったっけ俺の。違う、なんかその、うん、レジのところに並べて、あーあー、なんかコマコマとしたやつ書いてくれる。あー、そう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 、やつでしょ。それ以外見たことないよ。だいたいそれのイメージだけどな、ショッピンのやつ。あ、その時は、うん、確かにそうか。そのまあそう、仲良しなんで安心してほしいんですけどまあ一応だからそのスタッフさんにお願いしてるって感じなんで、うん、なるほどなるほど。そう、店内で店長とかとお会いすることはできないんだけど、うん、今ちょっと行きましょうか。撮影しやすくやってもらってますもんね。いや、そうね、本当にね、うん、本当にもうお世話になりっぱなし、うんうんうん、だからまあ一回行って、はい、そう、8月はやっぱどうしても昆虫ショップ大盛況になるから、うんうん、なかなか撮影難しくて、うん、ああそうか、うん、8月あんまり撮影できなかったから、はい、うん、今回ゆっくり撮影したかったんだけどね、うんうんうん、店長もいないんで、また、うん、多分これより後にまた別の動画とか上がってくると思うんで、うん、はい、ナンバージャックの店内も楽しみにしててください。はい、はい、じゃあまあとりあえず行きましょう。ナンバージャックに行くにあたって、時たまご耳流し、あーもったいねー、詰まっちゃう。はい、あれから、数時間ほど卵を耳に流させてもらったんですけど、もったいないって、ね、あの耳の中で鶏生まれちゃってほんと、ね、
まあ無事ね、ランバジャック着きまして、はい、はい、今日ちょっと店長さんも中村さんもいないということで、うん、なんですけど、まあ一応こう持ってきました。はい、はい、今日だからスタッフの伊豆さんがね、やってくれるんですけど、はい、これを、これを、はい、お願いします。お願いします。今日一人、一人らしくて、うん、店内自体が、はいはいはい、そう、だからお忙しいですね。そうそうそう、結構数はね、普段よりは少ないとはいえ、うん、ここに並べちゃうと、うん、そのレジてんやわんやになっちゃう可能性あるから、はいはいはい、ちょっとタイミング見ながらちょっとお願いできればと思います、ね、はい、できたら声かけます。あ、ありがとうございます、はい、お願いします。一応こんな感じでね、うん、そう持ってこさせてもらいました。はい、すいません、お願いします。はい、お願いします。忙しい中、本当感謝ですよ、うん、で、だから、まあ、店内はまた後で、はい、これより後の動画でゆっくり見せたいなとは思うんですけど、うん、やっぱまあ委託のね状態をちょっと確認しないと、うん、今置いてある委託、うん、そう、整体少なくなってますとか視聴者の方だったり店長からも言われたりしてたから、うん、多分あんまいないのかもしれないですけど、うん、はい、見てみましょう。コンボイです。いやー、後ろ真後ろ、後ろ真後ろ。いやいや、え、裏技裏技の、格ゲーの裏技かなんかじゃない。いや、ずるいです。コマンド入力だ。そのスペースだけじゃないでしょ。ごめんごめん、うん、はい、こちら、今こんな感じで。まあ、でも、うん、もう、ここね、3段分あったんですけど、こっから、はいはいはい、もうほぼいないって感じだね。確かに3分の1ぐらいしかない。いや、これもありがとうございます。ありがとうございます。そう、だからようやく来れたっていう方であんまりいなかったっていう声もあったんですけど、うんうんうん、たくさん買ってくださったおかげで、うん、こんなに、うん、こんなに空いてる状態になっちゃいました、はい、あー、でも虹色とかいないっすね。そうね、虹色大クワガタ系もいないのかな。あ、そうね、だからサタンとかはいるけど、はいはい、サタンはね、でもうちちょっとブリードが危ういから、うん、持って帰ろうと思ってるから、うん、まあ、なんかまあ今回持ってこれてよかったね、うんうん、でこの赤系のヘラクレスもまだいるんで、赤系の子、ここは次産卵セット組んで子供の中では 25% で赤目が出るっていうヘラクレス、うんうん、あとはこのライトストラップで取れたミヤマもまだ元気で、かれこれ数ヶ月、3ヶ月ぐらいかな、3ヶ月、4ヶ月ぐらい経ったかな、うん、まあ元気なんだよ、はいはい、うん、このイズイのライトストラップで最後にもう次飛んできたミヤマでラストにしましょうっていうので、うん、めちゃくちゃ粘って、うん、粘りまくった結果、うん、イズイの頭にぶつかって取れたやつ。いや、それ何なんだよ、お前も聞いたけど頭にぶつかることってあんの。そうだから一匹、もう一匹ミヤマが飛んできたんだけど、それをイズイが撮影しに行ってくれて、うん、あ、飛んできたミヤマだってやったら、うん、いった、あ、なんだ、うん、おミヤマだっていう事件。ラッキーボーイすぎるだろ。そうそうそう、しかも俺普通に樹液採集回ってたから、俺その現場いなかったんだよ。立ち会えてないの。そう、そっからイズイ記憶ないらしい。いや、そんな、うん、クワガタの衝撃で、衝撃から、いや、ずいぶんそんな大変な思いしてたんだ。そう、そんな中こう最後来てくれたやつが、うん、60ミリ目標でずっと下回ってたけど63ミリですごいですね。すごい奇跡の回、うん、そう、そのミヤマですね、うん、もうぜひぜひ写真とかも撮りに来てください。はい、メスパンの子はいるけどって感じかな、うん、ヘラクレス、うん、だね。もう餌も食べ始めてるよ、リッキーとか休眠中の子もいれば餌食べ始めてる子もいるって感じ、うん、にはなるけど、はい、まあ、レニの子、まあ、ノコギリ系ちょっとマニアックな子たちが残ってるって感じだな、うん、今は、うん、だからまあここにスマトラとかメジャーどころも持ってこれてよかったね、とりあえず、はいはい、うん、まあ、またできるだけ充実させられるようにしたいとは思うんで、うん、サタン、サタンももうがっつり餌食べてるから立派だよね。105mm、 綺麗なサタン、だからもしかしたらちょっと持って帰ったりとかあるかもしれないけど、うん、まあ、それでも増えるとは思うんで、うん、はい、ぜひこの動画が上がったら次の日からまた再び生態が今日持ってきた子がここに並んでるって感じになるんで、うんうん、ちょっとまたなんか気になる子いたら狙い定めて来てほしいですね、うんうんうん、
この中では何かありますか、うん、この中、まあダビソンがね、これちっちゃいんだけど、うん、ダビソン二股、小ぶりな子だけど、これ80ミリ超えてくるとめちゃくちゃかっこいいから、まあ、ブリード次第ではそうそうそう。で、二股クワガタで結構産卵ちょっと渋ったりする子も多いけど、うん、ダビソンはね、めちゃくちゃ産んでくれる、飼育しやすいね、ブリードしやすい子って感じだね。これまあ50、60ミリいかないぐらいの子だけど、まあそれもね、背中が赤みがあって、こうなんか日本のノコギリシュッとした感じの二股クワガタ、これもかっこいい。65の子がいるか、ちょっとでかい子。こんな、こんな子あるかな、さっきの子と1センチ差あるかどうかぐらい、うん、こんなに変わる。これ80超えてくるとめっちゃかっこいいから、ちょっとね、その大きい子目指してちょっとブリードチャレンジしてみてほしい種類だね。具志堅はなんか気になるのいる？ちなみにレニノコ見たいっすね。あ、レニノコ、うん、レニノコね、レニノコもかっこいいからな。あ、そう、レイノコも多少いる。こんな感じで、まだ餌、もうそろそろって感じかな。このね、やっぱこの武器感のある顎ね、ハサミ部分、この背中のオレンジの感じとか、あ、いいっすね、これがすごいかっこいい。これサイズは60ミリちょいかな。そう、これがね、60後半になってくるとまた見た目変わってかっこいいから、迫力あるから、うんうん、そう、やっぱサイズの違いでもね、かっこよさ、魅力がね、変わってくるからね、うん、やっぱそれすごいね、クワガタの良さ。いいっすね、やっぱ、うん、ケースの中からパカって出てくる。あ、そうね、だから、うん、羽化したて用具試験はね、ちょくちょく見るからね、うん、そこに比べると、そうですね、生で見ると確かに、なんか具試験はなんか久しぶりって感じだもんな。で、これがヒルティコルニス、ここもね、あの威力ある、この背中、この突起、突起の形状が結構ちょっとこう変化あったりして、サイズはこれぐらいの子なんだけど、これかっこいい、まあ、平たいなんのかな、まあ、マットに産んでくれるから、土片詰めで全然産んでくれる、うん、これがかっこいいし、飼育もしやすかったし、禁止瓶も1本で羽化までいけるから繁殖も楽しい種類、うん、まあ、中国のクワガタ、はい、そう、まあでもここら辺かな、うん、今種類で言うとどれぐらい枠はもらってるんですか。いや、数によるって感じ、実際のところ。おでも基本ここら辺をいただいてる感じかな。へえ、だから今相当減ってるから、うん、もしかしたらそのタイミングでどんどんここも埋められる可能性あるから、うんうん、ランバージャックと俺の陣取りゲームみたいなとこあるからすげえ、結構頑張って侵食してきましたね。そう願望はここからこういって、うん、こここういっていやあんたの店だよそれあんたの店だってそれランバージャックって書いて三森大輔って読むようにする。いやそうだな、買収されるみたいなないでしょさすがに。ね、やっぱ昔はもうちょい狭いイメージだったんだな。そうここに出させてもらってたけど、うん、こうたくさん、全然たくさん出していいよって言ってくれて、うん、そういうのもあってこうバッと出させてもらってたけど、はい、そうだからまあいろんなのまた、うん、もう時期によってね、うん、ランバージャックの生態も変わってくるし、うんうんうん、でここのいること個体も変わってきたりするから、はいはい、うん、ちょっとそれを楽しみに皆さんも待っててください、うん、はい、はい、あ、終わったみたいです。はい、こちらありがとうございます。ありがとうございます。こんな感じ、まあ、これもまた動画上がった次の日に、うん、出させてもらうんで、はいはい、ぜひあの概要欄からランバージャックのツイッターフォローできるように、うん、フォローしてもらえたら、まあ、いろんな新着情報とかも確認できるんで、うん、はいはい、ぜひフォローもお願いします。お願いします、はい、一応ね、こうずらっとちょっと見てもらって27点、うん、まあ、いつもよりかはだいぶ少ないね。だからまあどっかちょっとタイミング遅れて11月とかにたくさん出せたらなっていう予想ではあるんだけど、あ、はいはい、だからもしかしたらまた道具内で普通に持ってくるかもしれないです。あ、ぜひお願いします。はい、そう、こういう感じになったんで、うん、はい、ぜひ遊びに来てください、はいはい、そんな感じで今回のは以上です。ご視聴ありがとうございました。